分かってるお前が犯人だ先生ちょっといいですか <laughs> 思い詰めてるなあ杉里めっちゃ思い詰めてんなあっお,おうなんや説明してみろク栗頭からすみ先生はあでもクリネズミっていたなあいつが戻した可能性ってあんのかなあそのパターンあんのかなあのネズミ謎だもんな冷静に考えると正規ルートでも関わらなかったもんな一切青い顔をして 土間の手前に腰を下ろしていたやっぱり引率していた教師としては生徒が亡くなったなんてひどいショックなんだろう先生は俺たちが戻るまではずっとヤシュルにいたんですよね冷静にな冷静になボロが出るまで冷静になずっと中かまあ河原から逃げて戻ってからやけどなその時に誰かに会ってないですかその前はお前らどこ行ったんやろう思って探して回ってたんやけど <laughs> 思い出すとまた せが出てきたのか、先生はしきりに首の後ろを手ぬぐいで拭う。う何でまた風鈴に襲われるはめになったんですか壁に気がつかんとぶつかってもうたんや最初封印の壁や言うのにも気ぃつかんがって叩いてもうたしなそんなんやってたっけああやっぱり最初に会った時のルッカと同じパターンだあんな場所で風鈴に襲われるとしたら それが理由だと思ったけど神社に行く前階段で別れましたけど先生ずっとあそこにいたんですかいたんですかせやほんならなんや気分悪うなってんやろ思て神社行ったんやけどお前らおらんわ気は割れてるわほんで探して回ってたら風鈴が襲ってくるわ散々やで本ン、ま、それでルッカに助けられて風鈴がいなくなってすぐに神社へ戻ったんですか あ,あ探してるうちにお前らが戻ってくるかもしれん思ったしな。まあ、戻ってみても誰もおらんかったけど階段は通りました通りましたか。そらまあ、他に道知らんから尊道から階段登って帰ってきたけど、んうん、言うとくけど、その時は階段には誰もおらんかったからな。そこで落としたとでも言うのか。そりゃそうでしょうねそ。その可能性はあるな、通ってんのか。一人で神社にいたのって どれぐらいの間でした何年いたさあ結構長かったんちゃうかな32年か誰かおらんかとかあの変な化け物湧いてないかとかあちこち見て回ってたしあでもなんかそんな話あったな確かにい,い,い,てこいてこられましてまして動いてましたなそっか動いてたなその間にも謎なとはとはおてへんって七草どころか誰もおらんから。 もうどないしようか思っててんぞでもカラスミ先生なんかが「あいつが!」とか言ってたよね犯人に気づいたようなこと言ってたけどわ分かりましたもういいですすいませんほんまになんでこんなことなんねんこれ完全に正規ルートとはパラレルワールドっぽいなうんビラのシラスよ <laughs> 無言でかちょっとグージさんああ 白金さんでしたっけ大丈夫ですかあんまり顔色がよくないですけどそんな優しい顔色で言われたって俺はお前は犯人にいつでも仕立て上げられるんだぞそうですかいえ大丈夫ですよならいいのですけれどああ、目じ、眉眉尻眉尻眉眉りは合ってるらしいね最初の方で言ったけど眉ゆは調べたけど合ってるらしいねを下げて えー、柔らかくほえもぐジ下手に気を使ったことを言わない方がいいと判断してくれたらしい。少しお話を聞かせていただいてもいいですかええ、どうぞ。あまりお役に立てないかもしれませんが。風呂に入ったときどこから洗う言ってみろ。私はずっと神社を留守にしていたので。申し訳ないです。ぐジのくせに無責任なことで。どうやら、しらさんもそのことを気にやんでいるらしい。いえ。 封印をどうにかしようとしてくださってたわけですから、これ封印割った後、もう一回かけたのね。それより、ちゃんと。俺と別れた後、シラスさんはどうしたんですか?。私は、セビさんを探しに行きました。お前、なぜ生きてるそいや。どうにか警告でお会いできまして、<laughs> て一緒にあの封印の壁を壊した寝具を手に入れまして。神社へ戻りました。え?。待って。えっと。あれ、さっきセーブしてるの、俺。ここか。 十三番にセーブして入った入ったねえ生きてたっけそもそもあ生きてるルートか生きてるルートなのかじゃあ言ってることは嘘ソを言ってないのかあ,のー、あこの人白<が>そうですか,からはなら少し私はそっかいえそれを<私>じゃあほとんどずっとセビラノさんと一緒だったんですねじゃあそっかそっか風滅の シングも持ってたか。そっか、じゃあ、この人が生きてるのは正しいのか。もうごっちゃになってた。完全になんか死者復活してるから、こいつの犯人の可能性高えいと思ったけど。そうなりますね。そっか。その間には、風鈴は見かけませんでしたかいえ、見ましたよ。二度ほど。二度ほど。二度も最初は、白金さんと別れたすぐ後です。ね気がついたら後ろの方に立っていて。陣の兄貴、背後取って鉄パイプで殴るの好きね。迫ってくる様子ではなかったので、 近寄らない方がいいと思いましてすぐその場を離れました。それもあって風鈴のいた神社の方へは行くに行けずにすぐ森へ入ったんです。その間は風鈴には合わなかったんですが、渓谷の祠の前でセビさんを見つけたとたんいつの間にか後ろにまた風鈴が。うーんまあでもそれは社に近づいてるというか、神滅のねえ。 に近づいてたからだよねそれってシラスさんの後を追ってきてたんでしょうかいえ、それなら私は警告にたどり着くもっと前に襲われていたと思います。実際的にはセビさんが悪いことしてたん、ね、ですねでも。封印破壊していましたから。あれはセビさんが誇られたのに引き寄せられたところへ、ね、たまたま私もたどり着いたんでしょう。うん、そんな感じだと思うけど。その祠に触れることも、封霊にとっては封印に害をなす行動に当たるってことですか 封印の壁を壊す寝具が収められている祠ですからね。うん、それに確かあの祠には神職以外のものは触れられない結界が張られているという言い伝えもありましたから。なるほど。二度目のそれは分かりましたけど、一度目の奥の院の近くに現れた風霊は何をしてたんでしょう、うん、それが私にもよく分からないんです。宮司は思わな顔に 困惑な色を浮かべたまあ、偽物がいるんだよね。それは彼にとっては、俺が考えている以上に不可解なことであるようだった。風鈴は、封印に害をなす者のもとへ現れ、その者のを排除する。そのはずなんです。奥の院へ踏み込むこと自体が害をなすことになるのだとしたら、近くまで来てぼんやりと佇んでいるのはおかしいです。害をってか 殺意とか敵を向けてこないなんかストーカーみたいな遠くから見守ってる見てるわよみたいなそういう感じの風鈴なんだよねもう一個なんか偽物っぽいのはそれなら奥の院に間にやってきた風鈴が表で待ち構えてるはずですよねそしてそうなると真っ先に奥の院を出た背らのさんが襲われているはずだからそんな様子はなかったそれに 一的に奥の院に反応してきたなら、私と話してるとき、白金さんには風鈴の姿が見えていたと思うんですが。ああ、そうか。いや、俺があの場にいた時には、白金さんの後ろには何もいませんでしたよ。そうでしょ。ですから、白金さんが去った後にふらりと現れたとしか思えないんです。暇なのかな <laughs> 寂しいのかな風ですが、そうなると何に反応してきたのか。 私にも見当がつかなくてうん白瀬さん優しい恋してるからなんか友達になれるかと思って近づいてきたんじゃないのうんでもその後はどうやら背平野さんに反応して警告へやってきてるんですよねそうですねただその時もすぐにどこかへ飛び去ったらしいのですがみんながさなんか悪いことしてポン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 風鈴をさいろんなところに呼び寄せるせいでよくわかんないんだけどセビさんが風霊の注意を引いててくれて 私はホコラのシンを取り出していたので、どこへ行ったかは見ていないのですが。わかりました。どうもありがとうございます。つまり、その時間。セビラのは自由だったというとか。いえ、どういたしまして。私にできることがあれば、何でもおっしゃってください。やっぱり、シラスさんはナズナのことに、責任を感じているみたいだ。ナズナを復活させろ暗号の術だサタン様に習ってこいこの人が悪いわけじゃないだろうに。にセビラの。 最後後にに残ったたないや押した後に島この,この辺連打すると「島まおさ」って出てこないかな <laughs> 島か「しさ」が出てこないかなセビラノさんちょっといいですか答えろなんだ不愛想というよりひときわ不機嫌そうにセビラノさんが振り返るそれでも追い払われる様子はなさそうなのでこの人なりに謎の件で俺に気を使ってくれているのかもしれない封印の中でのことを少し聞かせていただきたいんです 俺が神社に戻ったのは、お前たちがあの娘を見つけた頃だろうから、あまり参考にはならん。そのことだと、俺はまだ言っていないぞなぜわかったやっぱり、俺が何を聞きたいのか、察してくれたらしいサシのいいやつで。それでもいいんです。少しでも、詳しく状況を把握したいだけなんで。ふん。は、俺が神社に戻る前、どこで何をしていたかということだろう。そうだ。 ええまあお前は正規ルートでのいろいろないろいろないろいろなあれがあるからないろいろあったからなお前はそっち側でもいろいろやってたからな渓谷にいた渓谷なんでそんなところに封印の壁を叩き壊したあのシンだあれが隠してあった祠が渓谷にあったあこれあれかシラスさんの話聞いてない場合でも大丈夫な感じしてああのか 俺が持って行った文献がそのありかを示したものだったその文献見せてもらえますかあああの時じゃあその足で警告に向かったんですねそうだ祠らへ至るまでにいろいろと解かねばならん暗号のようなものがあったので手間取った戻ってきた時シラスさんも一緒だったみたいですけどどこであったんですか警告の祠の前だ宮司も俺を探していたようでな ちょうどいいところに来てくれた。まあ証言は一致してるな。祠らの前で風鈴が襲ってきたので、俺はそっちの相手をして、祠らの方はグーに任せたんだくそ一致してるな。こいつら二人が組んでる可能性はどうだもっとも風鈴はすぐに飛び去っていってくれたがな飛び去ってってことは、他の誰かのところに行ったってことですよね。この話だとツゲ里のところに来てないのかそうか。 そうかそうか正規ルートだとこのタイミングで呼び寄せたのは次里なんだけどだろうな<ー>東の方いや正確には南東の方へ飛んで行ったといや方角で言われてもじゃあカラスミ先生のところかなあいつか河原で追いかけられたって言ってましたからあの野郎全てに絡んできてるなカラスミ河原なら方向的には合ってるなそれで神具を手に入れてシラスさんと一緒に神社にああ 神社まではずっとグ司ジと一緒だ。戻ってきたときは、お前たちの教師しかいなかったが、すぐにお前たちも戻ってきたああ、それであれか、カラスミ先生もいたのか、あの時に。そうですか。わかりました。ありがとうございます。うんうん、この「うん」だけが矛盾してるな。他は整合性が取れた。セビラオさんは何か言いたけだったが、結局、無言のまま小さくうなずいただけだった。これはどうなんだ これは正規ルートのあれはあれになって有効になってんの <laughs> だからそれを言おうかどうか迷ったってこと一通りのことをそういとこと思うけど。ううでもルッカちゃんに聞かれると兄の威厳が潰れるから言うのやめたのかな <laughs> そういうことかな <laughs> 投稿してないと思うからちょっと言わないでおくけど。いろいろ伏せながら言ってるけど <laughs> あ。お兄ちゃんの威厳がそう崩れするからやめたのかな <laughs> あ,、はい、あまり思い出したくないけれど。 俺はもう一度階段に倒れていた謎の姿を脳裏に呼び起こしたナは仰向けに倒れていた頭は階段の下の方になっていてうん上向きかそういえば制服の前の方があまり汚れていなかったような気がするえ空から落とされたってことそれだと階段じゃなくてってことは誰かに落とされたんだとしたら階段の上にいるところを正面からああそういう意味 真正面から突き落とすとなるとナズナは全く警戒していなかったのかでも階段そんな警戒するかなもしくは何かに追いかけられてナズナちゃんが「いや!」ってこう一歩ずつ後ろに下がっていったところに階段があって「さあ!」っていう感じだからあんなに驚いた顔をしていたのか遠距離から突き飛ばすような攻撃呪文もあるにはあるけど神社の境内には結界があるから使えないはずだああそっか神社で魔法使いないのか 衝撃呪文は告げ里だなって今ちょっと思ったけど誰かが転落させたならやっぱり自力で自分の手で突き落とすしかないだろう驚いた顔してるからなんかこうねぇ島尾さんの格好して近づいてったとかそういういるはずのない人の格好して近づいてったんじゃないの誰ならできるなずなが警戒しない相手って言うと当然顔見知りってことになる俺かいや 見た目はは子供のルッも,ルッも警戒はされないかもうーんまあ同じ女の子だしねただ体格差的に真正面から突き落とすなんて真似ができるだろうあ警戒されにくいって意味なら宮司さんもそうなるか,そう,なるかそうかなあまま格好的に普通神職の人と神職の人を警戒する理由がないよなでも顔を見知りじゃないよだからといってシラスさんを ナナズを殺す理由も思いいつかないけどそうだよねそれ以前に、しらすさんは警告からずっと背平野さんと一緒にいたんだから、時間的に無理そうだよな。必然的に、一番怪しいのは、カラスミ、お前だな、まあ。ルカちゃんもか、俺と別れたすぐ後で、実は神社に戻っていて、ナズナを階段から突き落としたとしたら、カワラから戻ったカラスミ先生が、俺たちより先にナズナを発見しているはずだし。ナナズは 抱き上げたときた時、まだ少し体温があったから。やはり、警告にいた二人には、時間的に不可能な気がする。もうこの時点で、カラソリ先生じゃないだとしたら、犯人は。犯人は、女性しようあ,あ、できれわかったのかげさと。真実はいつも一つえあ,あ、俺、口に出しちゃってたのかあ、出してるね。気がつくと。 みんな俺の方に注目している。おい、もう今までカラスミ先生合わめてんじゃないのか大丈夫かなずなはやはり、あやめられたのああ、あやめられたって言い方がルカちゃんぽい。だと思うな、なんでや足滑らして落ちたんちゃうんかおい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 コナンの犯人はみんなそう言うんだよ、カラスミ。誰の仕業だと思うんだ犯人は犯人ははぁ、あ、セーブできない <laughs> 犯人は、一番犯人っぽくない人から選んでいきましょう。 犯人はルッカお前だルッカじゃないのかなルッカなんで私じゃ <laughs> 見ず知らずの娘を殺める理由があるか根拠は何だわ <laughs> かってる怖い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 お兄ちゃんガチ怒りしてるセビリアさんの声は絶対レイドとしか言いようない冷たい痛みだったやんべ。適当な理由だったら俺が殺されそうだ。えっと、 マズナは仰向けに倒れてたから正面から行ってもあまり警戒されない相手だったんだろうと今口に出してて、ね、私の体格で真正面からでは帰り討ちだと思うがいややっぱり無理無理に決まっておろうがそっかやっぱルッカじゃ無理かもうちょっと頭を冷やしてから考えたらどうだ消去法にすらなってないいやそう当たりなんだよ怒りを通り越して呆れた足助かったのだろうか あ,あそういうことどういうことなるほどな。じゃあ、しらす、お前だな。やっぱり、ナズナが突き落とされるまでまるで警戒しなかった相手となると、宮司さんなんじゃ。私ですかお前だ。こいつは警告であってからずっと俺と一緒にいたと言わなかったか。お前ら二人仲がいいんだろう。お互いに手を組むことはできるよな。セビラノさんはスッと。 一歩俺のもに近寄ってきて、刺すような目で睨みつける、ブロッーだなろー告げム。里俺は正常だ。えー、あの、一応ちゃんと考えたつもりなんだけど、でも確かに、シラスさんには時間的に無理だって思ってたような。俺、やっぱりまだ頭が回ってないのかな。俺が信用ならんというのはまだわかるが、グージが嘘偽りを言うと思っているなら、 深刻オリエンから出ていけ不信心者が。まあまあ、セビさん、落ち着いて。私はそんなに気にて。今もしおかしから。<laughs> もう少し落ち着いて考えましょう。す。すいません。じゃあには一体。お前だセ、セビラの。セビラのさんじゃないですか。<laughs> <laughs> そういうこと言うなら、お前だ。お前は怪しいでもいいっつったよな。俺は渓谷にいたと言っただろうが。<laughs> その場合。宮司は共犯は。その通りだ。 いや、あの無理ですよ。白金さん、私たちは本当に警告にいましたよ。証拠は誰が証言できる？それをあの寝具が証拠です。確かに島尾さんに聞いてくだされば、あれが警告の祠へ行かなければ、手に入らないものなのはご存知でしょうから、事前に入手していたんじゃないのか、起動とかおとといとか。とかそもそもなんで兄者が見ず、知らずの娘を殺めねばならぬの。じゃ、変態的な守備を見られたんだろう。 混乱しておるるのは分かるが <laughs> ちょっと勝手に話し始めたちと落ち着け <laughs> ちょル,ルカちゃん落ち着いて、勝手に話し始めないで。出てないからそのメッセージ。んうん。なんか同情されてしまった。そうだよな。セビリアさんは時間的に無理だってさっきも考えていたのに。おい、どこったぞ、カラスミ。<laughs> 青ざめてんじゃねえのか、カラスミ。じゃあ、犯人は、カラスミ先生ですよね。<laughs> 状況 お前なとりあえずこの場におるやつ順番に言ってるだけやないか <laughs> 反応してくれたお前こそ怪しいんちゃうか <laughs> ちゃんとちゃんと言ってくれた <laughs> すいませんそうあたりですえ俺は東の森にそれにヤ代で先生にも会ってるじゃないですかそれが七草殺した後やなかったって証拠はあるんかそれは先生にも当てはまるじゃないですか証拠はああありますルッカ俺たちが階段のところへ行った時 ナズナのそばにこれ落ちてたよなそうこれが証拠やんああお主が何か拾うておって鈴の根もしておった気がするのでこれその前は河原にいたカラスミ先生が持ってたって言ってたよなさよそれはしかと見たさあどういうことだ説明してもらおうかカラスミちょっと待てそれなら鈴はいつあの娘のそばに戻ったえそこの腐れ教師 お前、河原から戻って鈴尾をどうしたどうしたえあの、そりゃ、七草に会社に決まってるやろ。一体いつえ先生、謎なには合ってないって言ってましたよ、ね。ボロが出たな。あ語るに落ちたな。落ちたな。返してから殺したのか。殺したはずみで落としたのかは知らんが。犯人はお前だ。犯人はお前だ<っ>先生。 やっぱり先生が。やっぱりじゃないだろう、お前も。<laughs> そんな決定的な証拠を握っていたくせに、どれだけ遠回りしてるんだ。アホいや、いや、いいじゃないっすか。す、すいません。全員の見たかったんすよ。告げ里をいじめておる場合か。カラスミとやら、なぜ教師の分際で生徒を手にかけて。まさか、なずなが妊娠していたのか。ち、ち、ち、違う。違うんや。何が違うんですか。 どう考えても先生が嘘を言ってたとしか思えないですよ。ナズナを突き落とすことが時間的に可能だったのはルッカと先生だけですが、ね<え>ルッカには体格的に無理だろうし。あっさり自分を外したなこれ。お前がおるやろかい、ね。ねはねお前かでどこをおったかわからんやないか。<laughs> さらっと自分を外したなこいつともったい俺には先生が持ってたナズナの鈴に近づく暇がありません。ああ<ー>。おうじの悪い男じゃの。 ナズなのそばに鈴が落ちておった以上、言い逃れはできぬと知れんなぜですか、先生なぜだどうしてナズなをなんでなずをえあ、C ね。あ、えあ,あ、カラスミ先生の、方が開くんじゃないのか絶望。<laughs> これ <laughs>、これが開くんじゃないの絶望。<laughs> そういうあれかなと思ったんだけど <laughs>。絶望したのかなっていう。そういうあれじゃない。 ほうほう何つった苦いなんちゃるって書いてあったのじ、事故や事故やったんや事故だと。殺す気はなかったと申すのか謝めたっていう言い方じゃなくなったな。そうや俺はただ七草に何してたんやって問い詰めただけやったのにああ<ー>。問い詰めた何をですか ほぼけんなボケだいたいお前が悪いんやぞあの封印といたんお前らなんやろお探偵カラスミがたどり着いたの犯人は俺ら二人だったってことかナズナと銀ちゃんは俺を階段に置いてったんも最初から封印に悪さする気やったからこれ幸いやったんやろうがい,いや先生何言ってんそんな不祥事起こされたら俺の責任になってまうやないかそっ それを七草が逆手に取るようなことを言い出すから逆手自分が喋ったら先生もクビねえやで焦るに決まってるやんけふん<あー> <laughs> なるほどそれで突き落としたのかわざとやないもみ合ってるうちにちょっと力が入ってもうたんや俺のせいやない俺のせいやないんやシロがね お前らが悪いんやあ先生犯人は何とでも言えるなあああ話せえ何先生は家から飛び出そうとしたが扉の外にいた警官数人にあっという間に取り押さえられたあそっか話せ違うや事故や事故なんや警官も聞いてたのかな悲鳴,に悲鳴のように裏返った声が遠ざかって連行されたらしいああ <laughs> あっさりだな呆れた男だな。事故だとかいうのも疑わしいものだ。でも、本当にその封印を解いたのはおずおずと、知らすグーの視線が俺の方を向く。く釣られるように、スタッフと兄弟もこちらを見る。ケイマさ本当にお主が封印を解いたのか <laughs> 記憶がないんだ。まさか。 けど、そういえば、あの前後の記憶は曖昧になっている。もう一人の僕が。俺じゃないと思う。けど、だったら先生に脅すようなことを言った。夏座の態度は一体。俺たちはあの時誰もいない。神社で何をしていたんだろう。手伝いもって何してたの？俺じゃない？俺は封印なんて解いていない。説いていない。 でも、それから何年も経って、俺はあの時のことを思い出すことができず。え、え、何年、何年経っても。え、時間経ったの薄気味の悪い後味の悪さだけが残った。え、あ、あ、終わり終わり終わりか。あー、なるほどね。にゃるほどね。なるほどね。 これでおまけが増えたりしないしないかうんなるほどねこれ記録されないんだもんなどこ,どこだっけこれかうんなるほどなあのしらさんなるほどなえっとねあのねなあるか もう一度、聞かせてい聞かせても、しいん度、出てきちゃったんで、あれですけど、なずなちゃんが、まあ、封印を解いたというのは、正規ルートでもそうだったんですけど、その時点でなずなちゃんは生きていたので、これ、パラレルワールドなんですけど、ああただ、謎がいっぱい残ってるしな、うん、まあ、正しい、うん、う,ん,、まあ、なうん、うん、うん。 いや、ま、あそうなんだけど、うーん <laughs>。よくわかんないところも、ちょっと一発目で、カラスミ先生選んでみようか一旦。うん、わかってる。あ、違う。あ、もうダメだ。これ聞いちゃってんのか。これも聞いちゃってんのか。あの、しらすさん。ルカちゃんに聞いちゃってるな。じゃあ、ここで、なんか増えてるわけじゃないのまだ開いてないのがあるもんな、っていうか。見,見れないと開いてないのは。なんかあるんだろうな、なんかちょっと。 国落ちないところが多々ありまして、これ以外にも。うん、ももそもそも偽物の風霊がいたじゃないですか。この話だと偽物の風鈴意味わかんないじゃないですか。<laughs> この状況だと。もう本編というか正規ルートだと偽物の風鈴にも触れてくれたんですけど。先生、ちょっといいですかああ、やこれどう先生はず その前はなんでまた壁にああやっぱり神社にせえほんそれな階段はそらまああそりゃあ聞くのは全員やるんだっけセビラのさなんだあれか犯人選ぶとこ一発あるかあのうんうんうんあのシラはそれで犯人はらラスミ先生ですよねはあ途端にマッサになりついで 怒りに顔なんで俺やねんあやっぱそれ普通は証拠はあるんかお前そんなあ,あそうあったりした時とやっぱり証拠は違うルッカから聞きました先生河原にいた時このストラップ持ってたそうです河、ね、原の発音はそっちか河原か河原かそうそれはその落ちとったんやそれで七草の野郎から拾ってったろう思ってでも先生はその後 ヤシには誰もいなかったって言いましたよねナズナにも会ってないって言ってたよなそれがどうして死んでいたナズナの側に落ちてたんですかどういうことですか説明してください、うん、無意識にじりっとにじるように後ずさったなるほどさすがは俺の後輩 <laughs> なんだお前 <laughs> あ、俺のことか短時間でよく突き止めたと思ったがそんなでかいほころびがあったんじゃわからんわけがないな

どう考えても先生が嘘を言ってたとしか思えないですよ。若干あ、間違うね。なぜなナズナを突き落とすことが時間的に可能だったのは、ルッカとお前がおるやろが合流した。ああ先生が持って。おじゃあ、の悪い男じゃのなぜですかで<も>先生、スキップどうしてナズナをあ、うちか。同じなんだ。ああ、同じなのか。そっか。苦い終焉か。ああ、なるほどね。はあ。 ほーん。なるほどね。そっか。ちょっとじゃあ他探してみますね。エンディング的には変わらないっぽいんで、まあ。そっか。ここ空いてないしな。犠牲者。うんまあじゃあ一旦探してみます。一旦このパートここで終わるかな。ちょっと長かったんで。はい。ありがとうございました。ありがとうね。